英単語の時間がやってまいりました。本日424回目の今日の表現はですね、Attitude。 さあ皆さん、意味はどうでしょう。鋭敏な、もしくは抜け目のないという意味でよろしかったかと思います。さあ問題はですね、なぜこの attitude が鋭敏な、もしくは抜け目のないという意味につながってくるか。それにとはスペルですよね。つまり綴りにございます。さあ皆さん、アスチュートをよくご覧になっていただきますと、ある別の単語が隠れてません。このあたりでよろしいかと思います。皆さん、A から始まる単語と言われたら、これですよね。acute ということです。皆さん、acute の A の部分ですね。そして、UTE、そのまんまですね。もちろん、acute の意味は、形容詞で、これでよろしかったかと思います。鋭いですよね。ですから、acute、その鋭いというところから、皆さん、鋭敏、バッチリつながっていくことができます。どうでしょうか。ですから、attitude、ちょっと馴染みがないかもしれませんが、鋭敏、抜け目のない。それを、acute、鋭いというところからつなげていただけるとよろしいかと思います。いけますかね。で、ちなみに、アスティウですが、こちら ETS が制作いたしました公式問題集、ピンクの4、テスト1のパート7、回答冊子66ページにも掲載されておりますので、参考なさってください。そして我々はですね、皆様のトイックのスカップ、こちらのチャンネルでですね、動画を毎日配信しておりますので、ぜひ、チャンネル登録もよろしくお願いします。